ド,ドルーアルフレット・ドドルーは、フランスの画家である、馬の絵や寄乗した人物の絵、動物画家として知られる、パリで生まれた。父親は建築家のピエール、アン・ディドゥルで、1815年に、若手芸術家の登竜門である、ローマ賞を受賞して、ローマ留学した人物である。1823年から画家であるおじのピエール、ヨゼフ・ディドル・ドルシーに勧められて、絵画を学び、 レオン・コニエやテオドール・ジェリコの生徒となった。この頃から馬の絵はお気に入りの題材であった。1831年に初めてサロン・ド・パリに出展し、その後も1859年まで常時出展を続けた。1832年に皇太子オルレアン公の最初の乗馬小像画を描いた。おじの推薦でウージェーヌ・イザウェイの工房で働くことができた。 1842年に国から注文でオルレアン公の肖像を描き、翌年国王ルイ・フィリップに同行してイギリスを訪れ、その後何度もイギリスを訪れることになった。1848年にルイ・フィリップが失脚し、イギリスに亡命し、クレアモントに住むことになった時、ドドルーも同行し、イギリスでもイギリス貴族の乗馬肖像画を多く描いた。 1852年にパリに戻り、スタジオを作り、ナポレオン三世の家族や、周辺の人物の肖像画を描いた。1857年に、レジオンドヌール勲章シュバリエを受訓した。ありがとうございます。